ここは財団が管理する SCP 収容所。 SCP とは自然法則に反した異常な存在、場所、物体、現象を意味する。とにかくこの施設にはやべえ存在とみなされた生物などが秘密裏に保護されている。そして俺はここの D クラス職員で、もともと死刑囚だった男だ。ここでの仕事内容は非常に危ないことだらけ。いつ死ぬかわからない。エクソー隊長、隊長、何でございますか。隊長、ここに SCP-4158 がいるって聞いたんですけど、この奥の森に。逃げたらしい。収容しに行くんですか。行こう。隊長、暑いっすね。隊長、もう暑いんで離れてください。いや、寒いぞ、でも外は。寒いぞ。寒いっすか。いや、俺ら半袖とかある。そんな、なんでこの俺ら半袖なの。めっちゃ俺はね、まあ涼しくても行けんけど、前なんか違うから。南極に住んでたし。いや、俺とみかんできるから大丈夫。あれ、長袖だし。お前毛かと思ってた、ずっとその茶色いとこ。あの、腕毛かと思ってた、ずっと。とりあえず職員室、ここはなんか収容所の裏側らしいんですけど、うん、裏の森にいるってことですよね。そうなんですね。なるほど。誰だよ。まあ、とりあえず行きます。何匹ぐらい出てるんですか。わかんない。4匹ぐらい出てたよね。前4匹いたからね。え、じゃあとりあえず収容しますか。まあ、結構あいつかもそうやったし。ということで森のさ、前まで来たんやけどさ。森永？森永じゃねえわ。でもさ、かもでしょ。だってそんな広い森じゃないでしょ。はいはい、フラグフラグ。だって生きるくね。だってあのスピード感よ。あんな遅いし、雑魚いし。わかんないじゃん。もしかしたらね、イニシャル D みたいにいきなり速くなるかもしんないじゃん。なるほど。ドンクラー。ちょ待って、どこ行った。待って。あ、やられた。くそ、あ、やめて。かなりさ、森の奥まで来てんねんけど、めちゃくちゃ暗い ね。奥まで届いちゃう。何が？無理です。なんか、待って、あ、肉落ちてない。落ちてる。あれ、こっち。え、結婚？結婚したのか。ほんとだ。いた。やつの肉やろ。いた。え、トライバーに置いたって。なに、え、待て。トライバーにも。おったおるや。ちょっと待って。待って。死骸もあるんやけど、とりあえず。おい、え、リカンさん、収容するんで、ボックス置けます？ここら辺。ちょっと広い場所に。セックスボックス。とりあえずさ、ああ置いたからさ。え、どうやって入れんの？てかさ、置く場所悪くない？ちょっと死骸挟んどるし。どうやって入れんのこれ。え、誰かが一人にグイッて入って、ピョンって出てくるしかないよね。ジェスさんだ。行け。いいとこ見せて。いいとこ見せてやるぜ。見てろよ、お前ら。たまには。お前、勇士、見ておけよ。おい、ダメ。おお、うまい。お、これは俺らがうまかったな。うまっ。いや、下手くそ。くそみたいな。うまかったわ、今。出たと思ってた。俺、死にかけたんやけど。SCP-SIZ 収容できそうやったけどね、本当に。でもね。何かおかしくないっすか、さっきから。なんかここに、なんで D 職員死んでるんですか。しかもトラバサミあるしね。トラバサミもあるっていう。え、なんでこいつら用とは思えない。まだいたんじゃね。とりあえず行くぞ。行こう。とりあえずね、後でね、来るからね。じゃあね。はおい、スリフと仲良くすんなよ。ごめん、ちょっと情が湧いたらお前殺せないだろ。お前、上司とお前仲良くすんなよ。あ、そうやな、上司殺せないだろ。政府はいいんだよ、政府は。よいる。あ、おっと。いる。ほんま。いるよ。標的を確認。ロックオン。前の確認。ロックオン。押しまくぞ。え、めっちゃ燃えてるで。ロックオン。とりあえず。ロックオンしました。え、なんか奥燃えてね。奥燃えてね。え、手と奥燃えてね。手とまあ、俺が入れるわ。じゃあ、とりあえず。いけ。ちょっと、
もうちょっと話と違うわ、ちょっと。いつやろ、ちょっといいとこ見てみたい。ちょっとなんで締め、なんで、はい、エッケ出てるこれ。あ、出てない、オッケー、オッケー。カモやん。なにこれ、何？え、テントある？キャンプ場。あ、死んでる。墜落してる。え、なあ、シズ？何あった今。めっちゃ白骨してるよ、こいつ。え、なんか、ごめん、ちょっと白骨も気になんねんけど、こっちになんかあったくね、今。え、気のせいじゃない？あれ、何も見えなかったよ。なんか映ってた気したけど、気のせい。多分、この白骨自体の、あ、写真？あれかな、写真かも。あー、家族の写真や。てかさ、これ収容所のヘリっていうか飛行機じゃない？あ、見て、座れる。てか誰かここで一休みしてたようやね。てか、これ飛べんざね？これ収容所のやつよ、シズ。あ、エンジンがね。これ収容所の、なんでこんなこと言ってるんですか？なんか、墜落したみたいな話はないんですか？動いてるしね。運転で墜落したの情報来るはずだし。待って、なんでこんなとこに収容所の、なんか墜落ですもんね、あれ完全事故死というか。でも事故した後にあそこで生活してるってことですもんね。多分そうだね。帰ってこれる距離やんな、でも収容所に普通に。入職員とかだったんじゃないの、やっぱ。ああ、なんかいいね、そういう。なんか俺たちもやりたいね、なんか収容所からの脱出とかやりたくね。いや、まあやってみたいね。やってみたいよね、ちょっとね。それ職員の前で言う？あ、やめて。帰ろうか。こうして俺らの仕事は終わった。だが、奴らがまたいつ収容違反を起こすかは分かる。なんか水あるよ。もうさっきの死体だ。なんこれ。あ、危ない。おぉ、危な。びっくりした。危な。ちょっとそこで頑張ってくれ。頑張ってくれ。ちょっと死ぬ。任せたわ。最終手段か。何最終手段って。本当は栄養がなくなっちゃうからあんまりやりたくなかったね。栄養がなくなるってどういうこと？栄養がなくなるってどういうこと？どういうこと？はぁーきしょー、きたなー、くっさ、うえ、キレイジすげえってお前マジで。キレイジがよ、ま、なんでちょっとチョンブンニチだ、チョンブンニチだ。あっちゃちょっと何してんもうなんやろもう。ああ、はい、あーよかった。どうしたらか、よっしゃー。あれ、なんか奥ありそうじゃない？え、なに？え、そんな行っていいんすか？なんか、危ない。これなんだね。なんなのこれ？石炭かな。え、これは？え、そんな行っていいん？え、あ、待って、なんかある。え、もう就業終わったじゃん。仕事終わったんじゃないんですか？でもちょっと待って、この奥、何かあるんですかこれ。まあこれはちょっと調査的な感じで、まあ職員である。あー、なんかこの森謎が多くないですか？そうだね、なんで多いから調査がてら行くか。ちょっととりあえずさ、はい、おい、そやろ。え、なにこれ。え、なに、え、首つり。でも今首動いた気してんけど、気のせいか。え、なんかこれ処刑されてんじゃないの、拷問したとこみたいな。でも D 職員がおるな。なんで、もしかして職員さ、そういうなんか D 職員を裏に連れて行ってこういうことしてるみたいな。職員の、いや、そんな、それは死刑やからいいけど。これ何、え、これなんか見たことない、これ。え、何、通行止め。え、これ奥やばくないですか。奥に戦車があるんだけど。奥、え、どういうこと、どうやってどうやって行くんだこれは。え、どきな。お、はい、お、え、何ここ、やばいね皆さん。ここどこっす、なんすかこれ。いや知らない、何これ。ほんま戦車とかあるし。何これ、なんかヘリコプターなんかほんま上あるよ。え、マジで、うん、これ何。ええ、待ってて、君たちが来るのね。え、あいつってさ、収容されたんじゃなかったっけ。035だね、あれね。え、修行したよね、前。君たちは私の最高の友であり、そして責任のある男たち。こうして出迎える日は長く待っていたよ。
もしかしてお前があの収容違反を起こしたんだ今回。その通りだ。今の出来事は全て私が起こした事件だ。収容しようぜもう。ちょっとやるしかねえぞ。やるしかねえぞ。くそ。おいお前早く降りてこいよお前。何？うわ煙だ。何？これは催眠ガスか。息を止めろ。さあやばいやばいやばい。何？何？